ヘム酸素添加酵素は、ヘムの分解を触媒する酵素である。この酵素は、ビリベルジン、鉄、一酸化炭素を生成する。ヘム酸素添加酵素は、エム間の α メチレン化強で切断、開管して、ビリベルジンを生成し、ヘムがグロビンに結合しているままの場合には、ベルドグロビンを生成する。ビリベルジンは、引き続きビリベルジン還元酵素により、 ビリルビンに変換される。反応は次の通りである。この反応は事実上すべての細胞で起こり得る。この典型的な例がアザの形成である。アザはイエルに従って赤色のヘム、緑色のビリベルジン、黄色のビリルビンへと変化していく。通常の生理条件下では M 酸素添加酵素の活動は秘蔵で最も活発に活動し、 古い赤血球を捕獲し、破壊している。磯型へ無酸素添加酵素の3種類の磯型が知られている。ヘム酸素添加酵素1は、酸化ストレス、低酸素、重金属、サイトカインのようなストレスに対応して、磯型が誘導される。ヘム酸素添加酵素には、ホメオスタシス条件下で表現される磯型である。ヘム酸素添加酵素1も、にも、 普遍的に存在し触媒活動を行っている。第3のヘム酸素添加酵素は、触媒活性されないが、酸素の感知に機能していると考えられている。菊池 G、吉田 T、野口 M、ヘメオキシゲナーゼヘメデグラデーション。バイオケム、バイオフィズ、デス、コミューン、338、55867、ドイ、10.1016。 JBBRC2005.08-020 プミド16115609エバンズ JP ニーメブス F ブルデーン G デマンタロの PO アイソポルフィリンインターミディエートインヘメオキシゲナーゼキャタリシスオクセデーションオブアルファーメソフィーナイリーム J バイオルケム283 19539ドイ10.1074 JBC, M7 億968万 5200, PMC244 万 3647, プミド1848万 7208,https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルズスラッシュ PMC2443647 スラッシュ。ありがとうございます。